はい、皆さんこんにちは。キクチャンネルのキクちゃんです。今日はね、好きなことの話をちょっとしたいなと思います。人それぞれ好き嫌いいろいろあると思うんですけど、僕好きな話で言うとね、まあ好きなことちっちゃなことですよ。 Amazon とかね、あの通販を注文した時にね、段ボール箱って結構来ますよね。届きますよね、段ボール箱に入ってね。そういった段ボール箱をね、捨てる時がね、結構気持ちが晴れるんですよ。家に溜めておいてどうしても邪魔になってくる段ボールとかをね、捨てる時ね、すっきりするんですね。あとね、あの好きなことと言いますと、掃除。僕ね、掃除結構好きなんですよ。自分の部屋だけなんですけどね、自分の部屋とトイレだけなんですけど、結構綺麗にするんですよ。まあ最近じゃね、結構動画撮ったりしてるんで、まあ部屋ね、汚かったら見た目悪いですからね、その都度片付けよったらテンション落ちますから。まあそこはあんまりね、汚さないようにしてます。最近ちょっと気に入らないのがね、あのコードなんですよ。インターネット環境をね、整えてるとどうしてもね、ルーターとかね、外付けハードディスクとか必要になってきますから、その部分のコードがね、ちょっと最近見苦しいなと思ってね、なんとかしたいな、まあ、スピーカーとかつけてますからね、なんとかしたいなと思ってるんですけど、身の回りをね、整えるのがね、最近ちょっとブームですね。カバンの中の必要のでないものをバンバン捨てたりとかね、今ちょうどそのなんかすっきりさせたいマインドなのかもしれません。その一環でね、掃除、あとね、同じものを揃えるっていうのも結構好きですね。最近じゃね、シャツをね、もうある、まあ名前言うとね、無印良品のね、プレミアムオーガニックコットンのシャツをね、揃えたりとか、同じ色のやつをね、7枚揃えたりとかね、靴下もね、まあ、特にこだわりがなければね、まあ黒しか基本履かないんですけど、同じ色で揃えたりします。そうやってね、身の回りのものをちょっとずつね、整理していくと、いざ何かあった時にね、素早く行動に移せるというかね、時短につながると思うんですね。ジャケットも、ジャケットの数も、靴下の数も、下着の数も、僕は決まった分だけね、取り揃えるっていうのが私の最近のブームです。この枠からね、極力外れないようにね、しようかなと思いますね。あとね、好きなこと、まあ今リビングをね、ちょっと改装中なんですよ、うち。前までね、壁紙ね、当然うち貼ってるんですけど、ある一面の壁紙をね、天然の石材のね、ウォールに変えようと今計画してるんですよ。で、一部を天然石材ウォールに変えて、あとね、ソファーをね、一脚ね、まあちょっと置きたいなと思ってるんですよね。どうしてもそのタブレットをね、まあ、読書をする機会がね、増えてきたんで、もともと床生活なんですけどね、その辺をもっとね、スタイリッシュにね、ビシッと決めていけたらなと思うことで、足を伸ばせるソファーをね、どこのメーカーのどの分で揃えようかなって今ちょっと嫁さんと試案中です。まあ基本ね、嫁さんの意見を尊重したいなと思いますんで、そういったことでね、毎日ね、日々の生活からね、ちょっとでも快適にストレスなく過ごせるようにね、いろいろ考えてますよ。てなことでね、今日はね、自分の好きなことっていうのをね、ちょっとお話しさせてもらいました。まあ皆さんそれぞれね、好きなことってあると思うんですけど、参考になればと思います。
以上です。ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは、キクチャンネルのキクちゃんです。今日はね、今から打ち合わせに行きます。その前に打ち合わせの時間が、移動時間が15分ぐらいあるんで、お話を一つしたいと思います。今からね、好きなものの話っていうのをね、パート2ちょっと話したいと思いますね。前回パート1だったのパート2をしたいと思います。僕ね、大好きな言葉で合理化っていう言葉が大好きなんですよ。負けず劣らず簡略化とかね、あと整理とかすごい好きなんですね。処理とかね、処分とかすごい好きなんですよ。その中でも特に好きなのはね、エバーノートがすごい好きなんですね。エバーノート、あとね、モバイルパソコン、タブレット、スキャナー、これはね、あとスマートフォンね。今こうやって音声撮ってるのもほとんどスマートフォンからなんですけど、僕こういった機械が大好きなんですよ。ほぼほぼ最新のもので揃えてます。つい最近じゃね、 MacBook Pro 買いましたよ。去年の10月だったかな、タッチバー付きのね、最新型を買いました。なんで最新型を買うのかっていうとね、満足度が高いからなんですね。いろいろ Mac の場合はね、革新的すぎてね、ついていけないよっていう人がいろいろいると思うんですけど、考え方がね、禅なんですよ。禅、仏教の禅ですね。いらないものは削ぎ落とす、不必要なものは全て削ぎ落とす、新しいことにチャレンジするっていうのがね、 Mac 製品はね、盛んに取り入れてましてね、それをね、取り入れてるのか取り省いてるのかね、ちょっと微妙なんですけど、そういった世界観というか考え方が僕大好きなんですね。あとね、さっき言ったエバーノート、僕ね、書類紙で当然お客さんから書いてもらったり、資料としてね、紙で保存したりはするんですけど、ほとんどエバーノートに保存してます。エバーノートに保存して、外でタブレットで見るか、パソコンで確認するか、スマホで確認するかっていう感じですね。お客さんの名前から資料から物件の契約書から重要事項説明から全部エバーノートで保存してます。エバーノートで保存しながら、 Google で会社のメールアドレスに、自分で自分のメールアドレスに送信するんですね。エバーノートがもしね、壊れちゃったりとかね、まあないと思うんですけど、何かの不具合でね、データが消えてしまうケースも考えられるんで、僕はダブルで取ってますね。ダブルクラウド保存っていうんですかね、スキャナーでスキャニングした後のデータを必ず2つに送りますね。もう1つはね、自動的に、三宮、神戸のね、事務所にメールで送る形になるんで、契約終わったよということでね、送信するときにね、勝手に自動保存されてるんですけど、そういったことでね、合理化の極みやと思うんですね。スキャナーとエバーノート、これはね、手放せないですね。あとタブレットですね。僕はタブレット3、全部で 1,2,3 4つ持ってます。うち2つはね、家で遊んでますけどね、タブレット好きなんですよ。 iPad mini、Nexus 7、Android 系ですね。あとね、 Amazon のね、Kindle Fire、 あと Kindle Paper White、この4つ使ってますね。
メインでよく使うのはね、雑誌を読むのは iPad mini、 本を読むのは Kindle Paperwhite、 外で持ち歩くのは Nexus 7、 この3つをねメインで使ってます。そんなにいらねえだろうって言うんですけど、いるんですよ僕はガジェットが大好きなんでね、簡略化合理化好きなんですけど、そういったところにはね結構出費をね惜しまないんですよね。なんでか、好きだからなんですね自分の時間をね、この限りある時間を、豊かなものにしてくれるじゃないですか。特に読書、 Kindle なんかで読む本、本を読んだりとかね、知識も当然ね備わるし、いいことしかないんですよ。そういうのをねどんどん自己投資していけばいいんじゃないかなと思うんですね。前ね僕このラジオで話したから、ね、自己投資は利率 25% 以上っていうのがあった、ね、投資家の間ではね常識なんですけど、 25% 以上のリターンがあるよっていうことなんですね。これは僕結構真に受けてましてね、無駄なもん買っちゃダメですけどね、いらないもんね、腹減ってないのに安いよっていうことで食料品買ったりとかね、家にあるのに買ったり買いだめっていうのはね僕一切してないんですよ。そのスペース邪魔ですしね、当然味も鮮度も落ちてくるんで、そんな無駄なことはしないんですけど、本とかねデータとかっていうのはね紙媒体で保存するとファイルになって厚苦しいですよね。いちいち整理したやつを出してきてみんな確認しないといけない。僕はほぼクラウドに保存して OCR データにして入れてます。いついつどこどこだ、どこどこの誰々さんいつ契約したっていう断片的な情報さえあればね、それを入力すればいつでも情報が出せるようにしています。めちゃくちゃ便利ですよ。そうやってね一人の時間、自分の限りある時間をね有効に活用できるガジェットね、デジタル機器っていうのはねどんどん進化していくんで、どんどん取り入れていけばね時間を有効活用できますからね。そういったことで今日はね自分の好きなものパート2っていうことをねお話ししました。以上です。ありがとうございました。